アロラ、モコウと申します。今回本日発売のフルメタリングウォーリング、ポケモンカード診断 SMQB ですね。こちらの方、ぶーちこりと、開封していこうと思います。まあ今回もね、予約なしおくんの、もう当日一発のヨドバシカメラで購入してきたんですけども、まあ普通に箱いっぱい売ってましたね。はい。ちょっと思うの、ほんとね、ポケモンカードのね、診断のヒントが、もう周りもみんなやってんだけど、ちょっと早すぎるんじゃないかっていう、はい。ちょっともう、ちょっと前ね、ダークユニゾンが、じゃあね、ナイトユニゾンが出て、環境がまたね、なんかガラッちょっと変わったかと思った。次またこのフルメタルゴールで、しかも今回このルカリオとメルメタルの GX のやつ、タクチーム、これがめっちゃ強くて、環境をかなり遅くするんじゃないかっていう、はい、話もされていて、ただ、まあ、そのポケモンカードの公式大会って25分っていう時間制限があるのに、こういうカード出すのどうなのかなみたいな感じ一部言われてるんですけども、まあ、おそらくね、こういうのもうまく使った。まあきっと上手い人はね、こういうのをうまく考えてデッキに盛り込んで、ちゃんと25分に収まるようなデッキ構築考えてくるんでしょうけどね。はい、ということで、まあ今回はね、しっかりと開封していきましょうということで、開けやすい感じにしてみたんでやっていきます。今回、1箱と、10パックなんで、計、40パックの開封となります。よろしくお願いします。ちなみにこれ最近僕がお気に入りの夏目プレマット。はい。さあ、カポ、お前、マジで言ってる？あ、オッケー。いや、今回もピンと合わなかった。さすがにこのデジカメ売ろうかと思ってたんで、はい、よかったです。じゃあ行きましょう。はい。まず一発目、カポエリング、メルディン、ゼニーが、ちょっとこのゼニーがなんか悪そうな顔してるの好きなんだよね、個人的に。はい。ボス5とか、確かこいつ逃げの4のあれだよね。ちょっと使いにくい。あのね、ちょっと今回は僕が、もう事前にカード情報全部見てるんで、その中でちょっと注目してたカードだけちょっと触れていこうかなと。まあでもこのカポエラなんかはね、あれですよね、もうエビアラ、サムラのコンボと、まさかの、ね、シナジーを生むというか、そのフィニッシュ、このフィニッシュコンボっていう、沢村がスペシャルコンボを使っていなければ使えない、相手のポケモン全にそれぞれ60ダメージで、カプコケこの、なんだっけ、回転飛行の約3倍のダメージが一連で出るっていう。だからこの全身のその沢村の技自体も、スペシャルコンボ自体も、前にエビアラが何のかの技使ってなきゃいけないみたいな条件付きで、条件付きのさらに条件付きみたいな感じなんで、結構難しくなってる、その辺は。はい、ゴローン、アローラディグドゥ、あー、ゲノテクト、これなんだっけ、相手の場に GX がいるなら、このポケモンの逃げるためのエネルギーはゼロになると。はい、でさらにスピリットビーム、これちょっとこのゲノテクトも、まあ、HP が130あるのは偉いですけどね。ただそこまで使いやすいとは僕は思わないかな。さあ、ココドラ、ニャルミング、ゼニガミング、ウルトラフォイスの神使い、なんだっけこれ、あれか、相手のバトル場にポケモンにかかっている効果を計算して、自分の番の自分のウルトラビスが使う技のダメージが効果を。だから、これ逆にまああれですよね。フルメタルウォールの、まあ後々出てくるタッグチームのね、キャラ、ルカリオ・メルタンのまあ特性も多分貫通できるっていう。まあ一応その診断の間でメタカード出すっていう。あ、ゴローニャじゃん。置いておきましょうか。ゴローニャ。はい。マーレイン。これとかどうな、これこそ本当に強いと思わないんだけど俺。自分の手札にある鋼エネルギーを2枚トラッシュして、自分のトラッシュにあるトレーナーズ1枚相手に見せてから山を誰もして切る。まあトレーナーズなんで、まあ要はジラシと同じで、もうポケモンとエネルギー以外全部持ってこれるとは言うものの、どうなんでしょうかね。まあでもエネルギーをトラッシュすること自体がメリットになることもあるから、もしかしたらマーレイン意外とやれんのかもしれん。まあしかも今までトレーナーズをそのトラッシュから回収する手段って意外となかった気がする。多分ないっすよ、なんかグッズをトラッシュからみたいなんてあんまないよな。さあ、ディグダ、アービング、あ、この神剣は強い。こいつまず逃げ入れゼロなんですよ。さらにこの大切りって技が、相手のサイド残り枚数が4枚なら120ダメージ追加で、1連で要は130出るんですね。さらにこのミニ打ち、コインを1回投げ表なら相手のバトルポケモン残り HP が10になるようにダメ感を乗せる。これ、このミニ打ち、結構あれじゃないですか。残り10になったところをさ、バリアードで回復封じして、まあ、なんかギラティナとかで10点ポンって出して、潰すみたいな。この神剣に関してはね、ちょっと僕面白いと思うんで使ってみたいですね。後々。はい。さあ、ここまでまだ GX カード来てませんね。ここドリング。無人発電所。これはなんだっけ？ちょっと、これちゃんとピント合ってるか？うん。お互いの場の GX の特性は全てなくなる。ああ、いいね。まあ、特性を、え？あれちょっと待って、これさ、ボスごとはさ、
ああ、ごめんごめんごめん、なんか普通に勘違いだった。絵柄が、絵柄というかそのリアリティが違うのがあるのかと思った。そんなことなかったですね。じゃあ行きましょう。お、なんか今一瞬見えた。アローラディグダ、鬼スズメ、イチスブテ、そしておお来た。今回の目玉カードの1枚、フェローチェ&マッシュビューン。マッシュビューン。こいつ、まあ、あの、あれですね、260ある種ポケモンなんですが、タグチームということで、まあ、ジェットパンチがマッシュブーン、さらにエレガントソウル、190で、まあ、敵の弾は60になっちゃうけど、まあ、普通に3エネ190出せるパワー技であり、このビーストゲーム GX、これ、草エネ、プラスって書いてるんですけど、一応50ダメージなんですけど、この技のダメージ相手を消させた場合は、これで、あの、取るサイドが1枚多くなる。だし、なんならエネルギーが7個ついて、要は8個ついてる状態で打つと、打って、それでこの技で倒した場合には、3枚多く取れる。つまり、ビーストゲーム GX、8エネついた状態で、相手の GX ボケ、タクチーム倒すと、もう、その瞬間に、デュエル終了。勝ちと、6枚取り、になるわけですね。はい。とんでもない。普通のポケモン倒してもだって、あれだもんな。4枚だもんな。そう考えたらさ、普通に種ポケモン危ないよね。結構今の環境、そのジャーチサンダーもそうなんだけど、なんか種ポケモンが結構狩られるんだよね。俺の新潟シールでのさ、2回戦のあの、もうたまたま以外ベンチに出せなくて高校1ターン目で負けたみたいな、あの試合を思い出すわ、本当に。まあ、でもそういう環境であるのは間違いない。鬼ドリル、モンジャラ、あ、積んで積んで、こいつで、HP200 になるんだっけな。相手のサイドの残り枚数が3枚以下だったら、このポケモンの最大 HP は200になると。ということで、まあ、結構鉄壁として使われる。さらに、山落とし、コイン裏が出る前、コイン投げを持っての数分、相手の山札を上からトラッシュする。あ、もう110ダメージは確定なんだ。積んで積んで、まあ、ちょっと、110ってのがちょっとやらしいよね。ピカゼクワンパンできないっていうのがね。微妙な気はします。ゴールバッティング、モジャンビング、スリーパー。ちょっと、お今なんか見えた、なんか見えた。石つぶて、トランセル、コドラ、マーレインの SR、ぶっくりと、ゲットしていく。てか、このキャラ、そもそも、いついたウルトラサムにいたっけこんなやつ。なんかちょっと俺、ストーリー、思い出せないな。いたっけな。ブルーの探索。あ、これあれで再録カードだよね。このカードは自分の場合に特性を持つポケモンがいるなら使えない。自分の山札にあるトレーナーズを2枚まで山札に見せてから手札に加えさせて山札を。まあ、ブルーの探索は、まあ、ぶっちゃけ僕は強いと思いますね。デッキにもよるけど。まあ、俺の使うアローララッシュデッキなんかは特性が基本的には入らないんで、あの、メインアタッカーとかに。なので、まあ、ブルーの探索はちょっと個人的には面白いカードかなっていう気はしてます。ちょっとこの辺に負けとくか。さあ、ゴローニャ。ちなみにさっきのブルーの探索の SR ももちろんあるんでね。ニャルマ。あー、ルカリオじゃん、これ。ローキック、ラッシュアップ。手札からこのポケモンにポケモン道具をつけていたなら、70ダメージというか、まあ、最近この130ラインっていうのを露骨に意識するようになったよな、ポケモンカード。さあ、いきます。ゴコドラ。ニャルミング、ゴローニャング、ゴローニャ、ウルトラフォイスの神使い。てか、このおっさん誰だよ。ストーリーがマジで重い。あー、ちょっと待って。まだ来てる。さあ、これしかも結構やばいやつかもしれない。ここ、コドラ、ズバッと、うおー来たなんなら SR2 枚目じゃねえ。これもしかしてあれかな、バラ売りの10パックの方に入ってた方かな。フェローチェマッシブン GX の HR! はい。最高潮レアリティギュッとしました。ちょっとこれは、この夏目様のこのほっぺんところに入れておこう。はい。うわ、これマジで嬉しすぎる。あれ今回もあれか、それとも、一箱に SR 枠2枚っていうのがワンチャンあんのかな。さあ、メルメタン、ゼニガメン、ガポエラ、アーボッキング、モジャンビング。クロロウィップ、このポケモンに草エネルギーに個ついてのこのポケモンの HP を60回復。いや、本当にね、あの、ヤドランぐらい、こんなのノーマルでなんか強そうだなと思ったのは、これでバタフリーが、ちょっとね、これなんだっけ、キャタピーとトランセルの能力見ればわかるんですけど、
これあれなんですよ、トランセルがウカっていう特性を持ってて、自分の場に1回使ってコイン投げ1回の表ならこのポケモンが進化するカードを自分の場所で1枚選び、このポケモンのせいで進化させてるっていう、要はバタフリーになれる。でこのキャタピーの進化前 そのキャタピーも同じような特性を持ってるんですよ。だからうまくコイントス連チャンすればもう出したターンにバタフリーになれるっていう。ただその肝心のバタフリーがんま強くねえんだよなこれなんでお前そんながっかり性能なの、コイントス2回をクリアしてまで出すポケモンじゃねえんだよな。あ、鋼鉄のフライパン、これあれだわ、ちょっと絵柄違いですね今回。あとアセロラちゃんの絵柄違いもあるっぽい。あ、これさっき言ってたキャタピーですね。アセロラの絵柄違いが結構可愛いんだよな、ちょっと欲しい。え、てかさ、ヤドラン出なくね、華麗なる賭けのヤドラン、ワンチャン結構レアなのか。鬼スズメ、ゴルバット、お、来ました、ルカリオ、メルメタル、はい、GX、まあ、多分僕は絶対使わないでやろうカードですね。まあ詳しいことは動画にテキスト書いておくんで、それ読んでくださいさあ、生ゴブシ、リオル、コドラ、あ、カメックス GX だこれ、スプラッシュロケット、これはねちょっと僕も強さがよくわからないんですけど、まあ単純に場のエネルギーを山札に戻しながら、そのかけるダメージかける60ダメージ、だからこれともう1枚なんか普通の HP160 のカメックス、あれと組み合わせればパワースコールのやつか、あれと組み合わせればばっこり強くなるっていう、はい、こんな感じ。ちょっと1回整理するか、この辺まだまだあります。リオル、俺もう1枚ぐらいスワイバック狙うぞマジで。あ、鉄火が GX だ、これもあれだよね、なんかディスカバリー GX っていう、なんかなんだっけこれ、サイドをなんか、手札に、自分のサイドを数えた後、つけて手札に加え、その後、山札の上から加えた枚数分のカードをサイドに置いて、数えた、枚数、これ、要は何、サイドカードを入れ替えるわけか。ロトム図鑑だよ、ロトム図鑑。テックの GX ってなんかもう種類あるよな。あ、ヤドンだ。一応、ちょっとこのライン、ちょっと、キープしておきますね。あとでも、ヤドランが出た時に説明したいんで。生拳、モンジラ、ゴコトラ、ウカリオ、メルメタル、2枚目。さあ、イシ、ツブテ、ヤディン、アローラ、ディグディング。あ、ちょっと、ハムスターが起きてきたね。ハムスターが、檻の中から俺をずっと見てる。ゴルバチョフ、メルタン、なんか、クラブのオフさん、ビーストブリンガー。さあ、どんどんいきます。カポエリン、コドラ、ボスボディル、マーレイン、マーレイン、あ、これもワンチャンあるかもしんない。トランスラー、これは違うかな。あ、これクロバットだ、これかっこいいよな、音隠れ、自分の場合にこのカードを手札から出した進化させた時に1回使える、自分次の相手の場の終わりまでこのポケモン、相手ポケモンからまたのダメージや効果を受けない。クロバット、なかなかいい能力を持ってるね。ブルーの探索、ブニャット、ブニャットとこれ好きだったの。こいつあれなんですよ、この見た目の割にめっちゃ速いんですよ。 S 種族値112ぐらいあるよな確か。カメックス GX、 これあれだな、バラ売り10パック分でもかなり取ってんだよ多分。ゼニガメ、トランセル、ウルトラフォレストの神スカイ、モジャンボ、あと1枚ぐらいね、なんか SR とかブルーの探索の SR とか来ねえかな。エロいカード、ビーストリングの絵柄違い、これありがたい、これもちょっと欲しかったやつですね。ビーストリング色違いというか絵柄が違うやつ。さあ、てかお前ら気づいて、ヤドラン出てね、ヤドラン出てない、ヤドラン出ないとかある、ヤドランクソ出ねえんだけど。リオル、カメール、ルカリオ、嘘、アーボ、生拳、コトドラ、来た、こいつだ、レアだったんだ、だからか。このヤドランが結構面白くて、華麗なる賭けっていう技、100×ってあるんですけども、3穴でコインを3回投げ、表の数 ×100 ダメージ、全て裏なら、この対戦の自分、この対戦は自分の負けになるっていう、失敗したら負けになるリスク。でただ、なんだっけ、ビクティリーかね、勝利の星の、まあ、俺がハピナスで使うやつ、あれで、こいつもう一回やり直せるんで、それを加味すると、まあ、平均まあ200点超ぐらい出て、なおかつ、まあ、コイントス要は6回、いや1回やり直し含めて6回振って全部ぐらいになる確率って64分の1らしいんで、まあ、結構確率あるんだけど、まあ、64試合に1回これで負けちゃうけど、まあ、それ以外含めて割とコンスタントに100
100か200出せる、ワンチャン300も出るって考えたら、コンマドランはかなり面白いカードなのかなというふうに思います。ただ俺はハピナスの方が好きだけどね。ハピナスはまあ要はこれのダメージが80なんですけど、あいつエネルギーが何ぼでも貼れて、そのエネルギーの回数分コイントスできるんで、割と240とか320ラインパンパン出せるし、あと何と言ってもハピナスの方が HP 高いんですよね。あいつ160ある。まあでもヤガランもちょっと正直組んでみたい。水デッキがねあんまりないんで、組めてないんで、スリープ、ゴローン、メルメタル、そうか、ヤドランちょっとあれだな、もしかしたらいっぱい買わなきゃいけないかもな、使おうってなったら。はい、さあメルメタン、アーズ、サンド、ダイカスプレー、Z、アック。はい、ということでございました、まあ、今回は、まあ、一応ここですかね、まあ、なんといっても、まあ、普通にスタルとあと HR が出てくれたのがめっちゃ嬉しかったし、まあやっぱこの GX、まあ、さらにはまあこの辺、うん、この辺かな。ちょっとブルー探索の SR マジで欲しかったな。はい、この辺ですかね。まあこの辺もちょっとどうだろうな。これは絶対組まない、これは組まない、うん、これはもうあの誰かにあげる。はい、ということで今回のガード会は以上で終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。